皆さん、こんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ついにやってまいりました。この前行った一人旅の韓国編で私が購入したものをドド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 ドンと紹介していこうと思います。とてつもない爆買いをしたので、すごい量だと思うんですけど、まあだからちょっといつもよりはサクサクやれるように頑張ります。私もでも本当に全部可愛いものばっかりなので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、それでは紹介していきます。もう後ろにこんな感じでずらっとあるんですけど、まだあるんですよ。あの袋もらわなかったお店とかもあるので、まだここに見えてないやつとかもあるんですけど、しっかり全部紹介していきます。ではまずは、じゃん、オリーブヤングでゲットしたものから紹介していこうかなって思います。すごい大量です。めちゃくちゃ重たいんですけれども、早速紹介していきます。まず一つ目が、じゃじゃん、こちらドクター G の日焼け止めなんですけど、グリーンマイルドアップサンプラスっていう方の日焼け止めです。で、このドクター G の日焼け止めと見たことある方も多いと思うんですけど、すっごい人気で、Q10 とかでもすごい人気だし、このオリーブヤングでもめちゃくちゃ人気で、前の方にボンっても置いてあったりとかして、私この日焼け止めはもう普通に愛用してて、私はあんまりいろんな日焼け止めを使ったことがないので、なんか効果はそこまで、これめっちゃすごいんですよとか言って熱持って説明はできないんですけど、使用感はすごい私は好きな感じで、なんか日焼け止めってやっぱベタついちゃうとか、ちょっとこう白くなっちゃうとか、伸びが良すぎてとか色々あると思うんですけど、これ結構クリームタイプになってるから、本当にボディクリームに近い感覚で塗れるのと、あとベタつきもそんなに私は気にならないかな。やっぱ口コミが高いっていうのを理由に私はこれを使ってるんですけど、なので今年もこれを愛用しようかなと思ってゲットしました。で、もう一つ実は購入してるんですよ。こっちの、これもドクター G の日焼け止めで、ブライトニングアップサンプラスってやつなんですけど、実際に使用してるやつがあるのでそれをお見せするんですけど、まあこれ多分見てもらうと分かると思うんですけど、本当にごめんなさい、マジでちょっとびっくりした今自分でも見て。めっちゃ汚いんですけど、理由はこれメイクポーチに入ってるんですよ。これを私は顔に使ってます。で、こっちはまあ全身用に使っていて、こっちはね、クリームがホワイトなんですね。やばい、私説明しすぎかな、これめっちゃ長くなる予感がしてきた。で、こっちのブライトニングアップの方はこんな感じでピンク味がかってるというか、色味がついていて、こっちはやっぱりトーンアップをしてくれたりとか血色感を与えてくれるので、私は顔にこれは使ってます。で、こっちはまあ普通に無色なので体に使ってるっていう感じです。それで使い分けてるんですけど、こんな感じでほんとクリームみたいな感じなので、すごい伸びもいいし、でもなんかスーって馴染んでくれて、ベタつきもそんなに気にならないし、私はこれがすごい気に入ってるので、しかもワンプラスワンで2個ついてきました。嬉しい。日焼け止めはね、いくつあってもいいと思うので買い足そうと思って。で、私が行った時オリーブヤングセールしてたんですよ。で、最終日で私が行ったのがギリギリセーフだったんですけど、ちょっとお安くなってたのかな。お得な時にゲットしておきました。ちょっと一発目から喋りすぎでは続いて2つ目、まあ3つ目か、じゃじゃん、こちらです。これもね、ドクター G なんですけど、私ドクター G さん一回タイアップで YouTube 動画作らせていただいたことがあって、一人でホカンスをした時にタイアップをさせていただいたんですけど、本当にそれからすごいこのクリームは大好きで、めちゃくちゃ使ってます。パッキングの動画で見せたか、すっごいもうスッカスカになっちゃってて今で、新しいの買わないとって思ってた時にこの韓国行く機会があって、しかもオリーブヤングでセールの期間で、しかもこれもワンプラスワンかな、これは普通2個セットなのかな、そうなってたので、これは買うしかと思ってゲットしました。ジェルっぽい感じのクリームになってるので、ちょっとヒヤッとするんですよ。それがすごい夏にもいいし、クリームって結構こってりしたものと、ちょっとサラッとしたものの、だいたい2パターンぐらいあると思うんですけど、こっちは割とサラッとしたジェルっぽい感じのテクスチャーで、でもしっかりと保湿もしてくれるので、私は全然冬でも使ってます。これもおすすめ。続きまして4つ目が、じゃじゃん、こちらです。これがね、ちょっと私初めて買ったんですけど、リアルバリアっていうところのエクストリームクリームスペシャルセットです。売ってたのがセットだったのでセットで買ったんですけど、こんな感じの2セットで、まあどっちも同じタイプのものになってて、これはね、会社員 A ちゃん、韓国の方で、日本語でも動画を作られてる方なんですけど、その方がちょうどタイミングよく、オリーブヤング行ったらこれを買えみたいな動画を上げてて、その時に紹介してて気になってたやつで、まあ私すごい乾燥肌なんですよ。まあ特に冬とかは結構やばいんですけど、超乾燥肌の方におすすめっていう風に言っていたクリーム、これも保湿クリームです。
て、これ一回使ってみたんですけど、このさっき紹介したドクター G のクリームよりもすごいこってりとした感じのテクスチャーで、結構本当にしっとり保湿っていう感じのクリームです。なのでどちらかというとサラッとしたタイプのクリームが好きな方だったら、ちょっとこれは重たすぎちゃうかなって思ったんですけど、でも保湿はしっかりとしてくれる感じだったので、確かに超乾燥肌の方にはいいなって思いました。じゃあ続いて5つ目がじゃじゃん、こちらです。これはアロマティカのヘアオイルで、香りがねラベンダー&パチュリーやつで、これはヘアケアのオイルなんですけど、これも A ちゃんさんが紹介してて気になって買いました。これも私ね一回使ったんですけど、すっごい思った以上にサラサラしてます。もう本当にオイルって感じ。結構洗い流さないヘアトリートメントとかってなんかオイルっぽいけどちょっとトロッとした感じのものとか多いと思うんですけど、これはもう本当水ぐらいのレベルで結構サラッとした感じなので、すごい髪に浸透しやすいし、でサラッとしてるから私ちょっとこれで本当にサラサラになるのかなと思ったんですけど、サラッとで、あと保湿もしっかりされてる感じがあってすごいなって思いました。でもつけすぎるとちょっとベタついちゃうので、ブリーチしてる方は2回以上がおすすめって書いてありました。本当2回3回ぐらいで全然いいかなっていう風に思います。香りがすごいいい香りで、エステサロンのような香りっていうんですかね、こうすごいリラックス感のある香りで、すごくいい香りでした。続きまして6個目がじゃじゃん、こちらです。これがねアノブです。私も1回タイアップで紹介させていただいたんですけど、アノブのヘアケアシリーズ私すごい大好き、あこれヘアケアなんですけど、アノブのヘアケアシリーズすっごい大好きで、私このタイプはね初めて買いました。こう霧吹きになってるんですけど、これはなんかドライヤーする前に霧吹きこうやって吹きかけるとめちゃくちゃサラサラになるっていう風にバズってて、これもゲットしました。これはまだ使えてないんですけど、でもアノブのヘアケアシリーズはマジで間違いないので、これもすごい使うの楽しみです。続いて7個目がじゃじゃん、またまたアノブなんですけど、ディープダメージトリートメント EX っていうもので、これは一回私タイアップさせていただいた時にいただいて、使ってめちゃくちゃ良くて、もう使い切ってなくって、でどうしようかな、また買おうかなって思ってた時にちょうど韓国に行くってなったので、もう絶対買おうって決めてたヘアトリートメントです。このタイプの動画見てもらったら分かるんですけど、マジでツルってなる、本当に洗い上がりが本当にツルってなって、ちゃんと髪の毛も潤い保って保湿してくれてる感じもするし、タオルドライした後もこれは本当におすすめなので、まあ、でも使いすぎもあんま良くないと思うから、週にまあ2回とかかな使おうかなっていう風に思ってるんですけど、ちなみにこれもなんか数セットになってました。そして続きまして8個目、じゃじゃん、こちらです。これも多分見たことある方も多いんじゃないでしょうか。これはですね、何かと言いますと、じゃじゃん、歯磨き粉になっております。これ使えばもうコーヒー飲んでも紅茶飲んでも歯が白くなるって言われてる歯磨き粉なんですよ。でこれもバズってて、やっぱまあ歯ってね綺麗な方がいいじゃないですか。やっぱ韓国って花粉からし、そういうコーヒーとか紅茶とかすごくお親しみ深いっていうかっていうイメージが私あったので、そんな韓国で人気の歯磨き粉、ホワイトニングできるような歯磨き粉っていうことで、これはちょっと試してみるしかないと思って買いました。パッケージもめっちゃおしゃれだし、すごいいいなと思って、なんかお土産とかにもいいですよね。絶対私も今回自分で使うように買っちゃったんですけど、透明なんですよこれ、歯磨き粉自体が透明ってか半透明かなになってて、日本とかで普通に売ってる歯磨き粉とかって結構硬いっていうか、しっかりとペースト状になってるような感じだと思うんですけど、これはどっちかっていうとジェルっぽい感じ、もうちょっとサラッてしてるっていうか、これ香りっていうか味フレーバーなんて言うんだろうがね、ローズっぽい感じ、ローズなんかな、フローラル系の香りがします。歯磨き粉ってミント系とかが多いと思うんですけど、ちょっとそういったフローラル系の香りがするので、私初めて使った時にちょっとびっくりしました。なんか今まで口に入れたことない香りだったからちょっとびっくりしたんですけど、まあ、でも慣れちゃえば全然そんな気にならないし、まあ、普通にいい香りなので、まあ、そこもいいかなって思ってます。もうこれ使ってるんですけど、使って1週間も経ってないと思うから効果はそんなにやっぱ分かんないんですけど、でもちょっと信じて使ってみようかなって思ってます。これともう一個あって、じゃじゃん、こちらなんですけど、さっきよりも色が濃くなりました。それこれが28番かな、
さっきのベージュのやつが15番で、これが28番なんですけど、7、15、28っていう段階があって、この数字が大きくなるほどパワーが強くなるので、これはもう最強なやつっていう風に聞きました。まあでも、私まだこれ使ってないんですけど、なんかやっぱ最強だから、ちょっと刺激が強いみたいな風に感じる方もいるらしくて、だから一応私はこの15も買ったんですけど、これはまだちょっと使えてないから、どんな感じなのかなってわかんないんですけど、さっきよりも色濃くなってて、もうチョコレートみたいですよね。なんかでもこう、すごいもう、黄ばみが強いみたいなのが、イメージされてて、すごいいいパッケージだなって思います。これもでも香りは一緒かな、一緒の感じの香りします。これもねちょっとまあこれに慣れたらこれ使おうかなと思って買ってきました。歯は白い方がいいですか。ちなみにこっちはこんなちっちゃいのまでついてきた、嬉しい。なんか旅とかちょっとどっか行く時とかにめっちゃ使えそう。ちなみにこっちにはなかったけど、こっちのパッケージは今の自分の歯がどのレベルの色なのかっていうのが分かるようになってるから、これ見て今自分はどの歯の色だっていうのが分かって、効果も分かりやすいですよね。しかもこれ親切なことに反転してある、ちゃんと鏡で見て分かりやすいように。素晴らしい、こんなとこまで思いつかなくないですか。よっしゃ、じゃあパッケージにこう切り抜けるようにして、自分の歯の色が分かるようにして、しかも自分の歯見るときは絶対鏡だから数字とかも反転しておこうと思って、すごい本当に抜かりないですね、企業努力。誰みたいな、まあ、でも本当こういうところですよね、ちょっとしたところですごい素敵、勉強になります。これもちょっと使うのっていうか効果楽しみ。では続いてでプレミアムがラストなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちらのパックをゲットしてきました。やっぱ韓国に行ったからにはパックは買いたいなと思ってたんですけど、正直パックって本当ありあふれてる何がいいか分かんないじゃないですか。まあでも私はちょっと今回このグリスキンっていうやつをゲットしてみました。結構なんか YouTube でも紹介してる方が多くて、このパッケージもめっちゃ可愛くて、なんかお土産としても渡せるなと思って、これ私は3日目にゲットしたんですけど、その日の夜にちょっと一個使ってみようと思って使ったんですけど、すごい良かったです。保湿もされるし、シートがね、結構シリコンっていうか、なんて言うんだろう、つるっとした感じのシートになってて、結構密着をしてくれるタイプです。パックって大体、ちょっとこう、毛羽立ってるというか、コットンっぽいやつが多いと思うんですけど、そういうのって割とこう、剥がれてきちゃったりするじゃないですか、時間経つと。なんですけど、ちょっとこう、つるっとしたやつとかって、本当にピターって密着してくれるから、ファミューのやつとかもそうなんですけど、すっごいもうギュッて密着してくれるので、それがすごい良かったです。はい、ということでオリベンクは以上です。やばい、私ちょっと話が長すぎるわ、どえらい長さになる気がしてきましたこの動画。でもちょっとコスメはね長くなっちゃいがちですけど、他のアイテム系はちょっとサクサクいけたらなぁなんて思ってるんですけど、でもちょっと待って、まだちゃんと説明したいのがありました。こちらじゃん、もうめちゃくちゃ日本でもバズってるじゃないですか。韓国でも人気だし、日本でもすごい人気だし、タムリンズで一番日本人に会いましたね、そういえば。中華系の方とかかな、わかんないけど、もう結構たくさんいて、もうほんと全世界でも人気なんじゃないかなっていうふうに思うんですが、これは香水とかハンドクリームとか、なんかそっち系のお店、グッズっていうかのお店です。結構いろいろ買ったんですけど、誕生日プレゼントとかっていうのも買ったので、ちょっとまあそれの紹介は先ようかなって思うんですが、まあ、自分よりも購入したものが2点あるので、それを紹介していきます。ちなみにパンプレは、香水はちょっとレベルが高いなと思って、ハンドクリームを買いました。なんか形が面白くてね、香りもすごいいい香りで、そっちの方が好き嫌い分かれないかなと思ったので、まだこう、使えるかなと思って、そっちにしました。で、自分でゲットした香水は、じゃじゃん、こちらの2つなんですけど、確か香水の大きさは3つぐらいありました。で、私は一番小さいやつにしてます。私ほんと香水好きで、もうめちゃくちゃあるんですよ、大量に。で、買いすぎちゃうので、ちょっと今回は一番小さいサイズにしようと思って、一番小さい 10ml のやつをゲットしました。で、香りもね選びきれなくて2種類ゲットしたんですけど、パッケージはこんな感じです。ほんとシンプル で結構細長い感じのパッケージなので、バッグとかにもさって入れやすくて、持ち運びもしやすくていいなって思いました。私があったのがこのフレンチニードルとカモってやつなんですけど、ここで来ましたよ、この香水の説明ね。本当に香水の説明って難しいんだけど、ちょっと頑張ってみます。なんかこうベースのあれとかちょっと気になる方はぜひ公式サイトを見てみてください。で、私が間違ってる情報を言っちゃうかもしれないので、私の主観っていうかでいくと、このフレンチニードルはちょっとなんかウッド系な感じ
ってちょっとこうスパイシーな香りがします。なんか多分感覚で言うとイソップとかそっち系に近いかも。若干さっぱりした感じもあって、でもウッドのすごいこうグッとくるような深みもあるし、でもなんかウッドって割と癖強なやつとかあるじゃないですか。好き嫌い分かれちゃいそうだなみたいなとかあると思うんですけど、これは割と癖強ではないと思う。ウッドの中でも落ち着く感じもあるけど、でもちょっとスパイシーでエッジが効いててみたいな、もうとてもいい香りです。とりあえずこれ私はすごい好きでしたね。一番最初嗅いだ時に、もう私これ好きだって思ったやつです。これはもう一つのカモの方なんですけど、これはねこっちよりもちょっとマイルドな感じで、マイルドなんだけどでもちょっと刺さるっていうかグッてくる香りもあるんですよ。これあれに似てます。リプティックのパピエっていう香りにすごい似てるなって思いました。でもそのパピエよりもちょっと甘みが強いかも。甘すぎはしないんですけど、ふわっと甘い香りで包まれてる中にそのフロアル系の甘みもありつつ、でも落ち着く感じの香りでちょっと難しい。でも本当にこれもいい香り、でこれはすごい素敵な女性みたいな感じの香りがします。ちょっと甘みがあるのでよりこう女性らしい感じはする気がする。こっちよりはでもどっちも結構ありきたりな香りではないので、個性があるような香りですごいいい香りです。おすすめ、私の推し香水です。続いてナイスベザーマーケットっていうところでゲットしたものを紹介します。ナイスベザーマーケットはあの Vlog でも出てたんですけど、なんかアパレルもあるしグッズもあるしみたいな感じのお店で、メンズのものが結構多かったかなっていう印象です。で私はそこでグッズっていうかをゲットしたんですけど、2つあってじゃじゃん、こちらをゲットしてきました。インセンススティックとインセンススティックホルダーです。ここ私最近すごいハマっていまして、結構毎晩のように焚いたりしてるんですよ。アロマキャンドルとかなんかそういうちょっと香り系の癒されるようなものが最近好きなので、まずホルダーはこんな感じで、星がねなんかこう何とも言えない可愛さ、シンプルだけどすごいなんか可愛くて、このウッドな感じも可愛いし、ここに穴があってここにこう刺して使うみたいな感じです。でこっちのインセンススティックは、私がその言ったナイスレザーでは3種類ぐらい香りがあって、私はこのグリーンにしました。で中はこんな感じのカンカンに入ってます。でこれをスライドして開けるとこんな感じになってて、めっちゃ可愛くないですかこの色。あーやだだだやると思っただよね、そうなるよね。あー本当いい香りする。開けた瞬間からもうふわっといい香りがします。何の香りって言うんだろう、石鹸っぽいのかな。これは割と好き嫌い分かれなさそうな香りな気がする。これ何本入りなんだろう、めっちゃ入ってます。超いっぱい入ってる。中にねこのクリップが2つついてたんですけど、これ何って思ったらちゃんと説明書っていうか紙が入れてあって、これでこのインセンススティックを挟んで使えるんですって。そうこんな感じでめっちゃあるわ挟み方。ヒント仕事の時間だよ。ヒントあったあった。一つがこれ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 5つあるっぽい。ちょっとやってみよう。一つがまあ普通にまた挟んでおく。もう一つはこういうなんか取っ手みたいなのがあったらクリップこうやって挟んでここに置く。でもう一つがピラミッドみたいな感じにして山作ってあげてここに、あやばい落ちちゃった。持ちながらやったら力入れすぎて落ちちゃったよ。こういう感じか。山作ってこうやってやる。もう一つはこれとも山にしちゃう、こんな感じで。でラストが真ん中のホールのところにこうやって立てる。すごっ、こんな使い方思いつかないわ。クリップでできるって思わないですよね。やっぱインセンススティックって、私も今回ホルダー買っちゃいましたけど、ホルダーもいるしそこまでしていいわっていう方もいると思うんですけど、なんかこういう簡単にできるよみたいなのがあったらどこでも炊けちゃうし、確かにいいな。まあそんな感じでこちらも買ってきました。はい、では続きまして OFR、ちょっと読み方が分かんないんですけど、 OFR っていう2日目だったかなに行ったところ、お店でゲットしたものを紹介します。 OFR っていうところが雑貨系、インテリア雑貨もそうですしアクセサリーも売ってるし、あとは本がめちゃくちゃ置いてあったところなんですけど、私はそこで
一冊ちょっと本もゲットしてきました。じゃん、こちらです。すごい可愛くて、こんな感じで、このね、表紙も可愛いし、このなんて言うんだっけ、ここ帯じゃないな、ここもすごい可愛いし、まあ普通にこう置いてあっても可愛いなと思ったんですけど、中もすごいしっかり可愛くて、なんかちょっとこうインスピレーションを得られそうな感じの色使いもそうですし、こんなねピンクにイエローとかめっちゃ可愛いじゃないですか。そうだし、あと普通になんかインテリアとかもなんかこういった感じとかあったりとかして、本当そういうなんかインスピレーションをたくさん得られそうだなと思ったので、こちらもゲットしてみました。 OFR っていうところね、本当めちゃくちゃ可愛い本がたくさんあって、マジ一生入れそう、一生ちょっと思ったけどまあ一日中入れそうな、本当にもう悩みに悩みまくりましたが、こちらをゲットしてきました。まあ、ただ旅行で本をゲットするっていうのは結構重たいので、やっぱこれも分厚いからね、なんかちょっと買いすぎには注意ですね、多分。で、もう一つゲットしたのがあるんですが、こちらがじゃじゃん、このバッグをゲットしてきました。これショルダーバッグで、結構あのね、いい感じのサイズ感なんですよ。私 iPad 持ってて、今この iPad なんですけど、結構大きいからバッグも大きくないと入らないじゃないですか。ずっと大きいバッグを最近まあ探してて、いくつかゲットしたりとかもしてたんだけど、このバッグ見た時になんかすごい可愛いと思ってゲットしちゃったんですよ。しかもこの色もすごい可愛くて、ネイビーなんですけど、ちょっとデニムっぽい感じの質感もあるなと思って、これ長さは続けるんですけど、こんな感じで生地もすごい柔らかくて、これもすごい空張りたくさんあったんですけど、ちなみにね、フランスで作られてるっていう風に書いてありました。開けると中はこんな感じになってます。ポケットは1個ついてますね。ここにチャック付きのポケットが1個ついてて、この iPad とかもさって入っちゃう、こんな感じで。これ良くないですか、キャンバスバッグみたいな。で、後ろにも1個最近こういうちょっと大きめのメッセンジャーバッグというか、もう流行りのアイテムではあるので、でやっぱ夏はね、前もなんかで言いましたけど、物が増えるので、持ち歩くものが汗拭きシートとか扇風機とかいろいろ増えるので、タオルとかね、こういうの使えると思います。では続いて、1日目にロンドン行った時に買ったミミミミっていうお店、あのアクセサリーがめっちゃブワーってあったとこなんですけど、そこでゲットしたものなんですが、じゃじゃん、こんな感じで。今回私はね、もうリング、こういった Vlog でも言ってたけど、プラスチックのちょっとおもちゃっぽいリングをめちゃくちゃ欲してて、最近なんかカラフルなリング、すごいね、韓国そういうリングも結構たくさん置いてあって、しかもね、1個がめちゃ安なんですよ。5900ウォンって書いてあって、まあなら日本円で1000ウォンが100円と仮定したら600円ぐらいかなでゲットできちゃうやつで、すごい可愛くてたくさんゲットしてきちゃいました。で、今もこれつけてるんだけど、真ん中のハートのやつ、これも買って5つ合計でゲットしてます。この黒のやつと、この紫にブルーのビジューがついたやつと、赤に赤いビジューのやつと、グリーンにブルーのビジューのやつと、あともう一つはなんかこのフレンチクルーラーみたいな、ちょっと渦巻いたような感じのやつをゲットしてきました。今日ちょっと真っ赤なのであれなんですけど、どっかワンポイントで赤が入ってるとか、色物が入ってる時とかにそれに合わせてこういうものとかつけたら可愛くないですかと思ってゲットしてきました。こういうゴールド系のリング私大好きでめっちゃつけるんですけど、そこにこうチランとこういうものとかを入れてあげてもすごい好きで、私は最近これハマってるので、これもねたくさんゲットしてきました。嬉しい。待って、衝撃の事実が今発覚したんですけど、今ね、あのカメラの温度が上がってきたので、ちょっと一回一休みと思って、その間にその紹介したコスメとか、あのしまっておこうかなと思ったんです。で、よかった、でも気づいて、これをね今、あ、そういえばもう私なくなってきちゃってるから、クリーム新しいのに変えようと思って開けるじゃないですか。あれ？パッケージ変わった？と思ったら、見えますでしょうか？スージングパッツ。嘘やん。パッド買ってきてた私。マジ本当今の今まで気づかなかった。あんだけ説明してたのに。でも伝わりましたよね、私のドクター G のクリーム愛は。いやでもこのパッド私使ったことないから、ちょっと楽しみではあるけども、まあでもこれが運命的な出会いになるかもしれないですね。すごい人気そうだったし、なんかめっちゃポーンって置いてあったから、でもちょっとショック。クリーム
なくなってきてたのに。ちゃんとよく見ましょう。私このオリンガング行った時ね、ちょっと急いではなかったんだけど、ちょっとまあ思ったよりも時間かかっちゃってたから、まあ、綺麗と思って。わあ、そっか。ちゃんと見えてなかった。確かに今思えばちょっとでかいな。でもちょっとこのパッケージなんかクリームでもいけないですか？無理？パッドに見えるかな。まあでもこれもちょっと使ってみようと思います。クリームはじゃあもう9点でゲットします。はい、ということでちょっと気を取り直して紹介していきます。では続いてスタイルナンダでゲットしたものを紹介していきます。まず一つ目が今着てるこの赤色のタンクトップでございます。私ね、結構まあ YouTube とか見てくれてる方ならご存知だと思うんですけど、本当に汗がやばくてですね、夏になるともう本当に滝汗なんですね。背中とか特にやばいんですけど、本当滝汗でもうこんなね色物とか着れないんですよ夏。なんですけど素材がこうなんかベロアっぽい感じの生地っていうかになっていて、でまだちょっとわかんないんですけど、ワンチャンこれだったらそんな汗かいても目立たないんじゃないって思ったんですよ。まあ、ちょっとこう光沢感があったりとかするし、生地も別にそんな吸水性があるような生地じゃないかなって思ったので、そうだからこれなら全然夏でも着れちゃうんじゃないと思ってちょっとゲットしてみました。形も可愛いし、ほんとまあすごいシンプルなタンクトップで、でウエスト結構ゴムきつめに入っていてキュッとなる感じなので、スタイルアップもして見えるかなって思うし、大きさとかもすごいいい感じで、胸元も結構ガバッと開いてるからスッキリも見えるし、なんかデニムとかと合わせて着ても可愛いなと思ってこちらゲットしてみました。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらのトップスです。今回私トップスを本当にたくさんゲットしたくて、夏ってそんなにこう重ね着とかができないというかあんまりしないので、トップスたくさん欲しいなと思ったんですけど、これは Vlog でも試着のところ載せててすごい可愛いって言ってたと思うんだけど、本当に可愛くて、なんかちょっとこうホルダーネックっぽい感じのトップスになっているので、体のラインとかも綺麗に見えるし、で後ろがねガバって開いてるんですよ。そこもすごい私は気に入りました。夏だなって感じで。まあこれはもし背中をこうあんまりこうインナーとか見せたくないんだったらヌーブラとかつけるかなって思うんですけど、見えてもいいようなレース系のインナーとかだったらなんかわざと見せて着ても可愛いかなって思います。これもちょっと丈感は短めになってて可愛いです。こういうものとかだったら汗もそんな目立たないと思うからいいなって思いました。では続いてこちらのモニピープルっていうヴィンテージショップでゲットしたものを紹介します。これは1日目に行ったところなんですけど、このヴィンテージショップ多分メンズ専門店だったと思うんですよ、私が思うに。なんかメンズっぽいような気がした。とりあえず、まあ、でもすごい可愛いのがあって、これも動画内で試着してたの載せたけど、じゃん、3日目にも履き替えてたからあれなんですけど、ハーフパンツをゲットしました。リーバイスのパンツで、多分リメイクだと思うんですけど、これ多分切ってあんのかな。形が綺麗ですごいフィットしてくれたんで、色味も可愛いし、この裾のダメージ具合もとても可愛いです。ハーフパンツってゆるっとしたダボット系のやつと、割とピタッとするようなシルエットのやつもあると思うんですけど、私このピタッとする系の感じでこのカラーを持ってなかったのでゲットしました。その3日目にも履き替えてきたんですけど、すごいいろんなものに合わせやすそうで、これは私買ってよかったなって思ってます。ダボッとするやつも可愛いし、トレンドも感もあっていいんですけど、こういうピタッとしたものとかはすごいスタイルアップができると思うので、ハーフパンツ着てみたいけどスタイル悪く見えちゃうのあれだなっていう方とかは、こういうものとかは割といいんじゃないかなって思います。シューズとかもそんなに選ばないような気がするのでおすすめ。もう一つあるんですけど、じゃじゃん、これも一緒に使ってたんですけど、このベルトをゲットしました。すっごいシンプルなブラックのベルトなんですけど、私こういうブラックのレザーのやつで、結構バックルもこんな感じでしっかりと重厚感あって、でシルバーでみたいなベルトをずっと欲しかったんですよ。でも持ってはいるんですけど、ベルトでもここまでなんかしっかりとしたっていうか、ごつめのやつは持ってなかったのでずっと探してて、これもねそのお店で見つけた時にすごい可愛いと思って、でサイズも問題なくつけられたので、今回こちらをゲットしてきました。これはめっちゃね使ってます。 Vlog でも次の日から私これ使ってました。ということで続きまして、2日目に行ったショップアモメントっていうところ、ディレクトショップかなで購入したものを紹介します。じゃん、こちらなんですけど、これ2日目に私暑すぎて着替えたじゃないですか。その時に着ていた、まあ、その時に買ったものです。これがね韓国のアウトドアブランドのケイルっていうブランドがあって、その男
ところのマウンテンベストというかナイロンのこんな感じのベストなんですけど、すごいこれが可愛くてですね、多分メンズなのかな、これ S サイズにしたんですけど、めちゃくちゃ軽くってこんな感じでいろいろポッキーがついてたりとか、バックルがついていたりとか、ほんといろんなデザインがバーって入ったとっても可愛いベストで、前もこんな感じで留められたりとかして、フードもここもギュッと絞れるし、後ろもこんな感じで絞れるようになってるし、ほんと至る所にいろんな仕掛けというかデザインが入ったベストです。裾もこんな感じで絞れるようになってるので、まあ広げてゆったり着てもいいし、ちょっとキュッてやってウエストマークしてあげて着ても可愛いし、これもすごい気に入ってます。はい、では続きまして、じゃじゃん、こちらのエンプティーっていうところでゲットしたものを紹介します。これもねセレクトショップになってて、結構韓国ブランドとかもすごいたくさんあったし、ここも見ていてめちゃくちゃ楽しかったです。ここでは一つゲットしたんですが、じゃじゃん、こちらでございます。 T シャツをゲットしました。これがねユンセっていうところのものなんですけど、ロンドンとソウルを拠点にしてレディース服を作ってるブランドさんです。今回はエンプティーっていうセレクトショップで買ったんですですけど、センスだったかな、ティラミスを食べたカフェ、そこの2階にもセレクトショップみたいな感じでいろいろお洋服置いてあって、そこにも置いてあったものです。なのでまあ割と韓国の中でも人気というか注目されてるブランドかなと思うんですけど、私最近スポーティーなものとちょっとこうガーリーチックなものを組み合わせるのにハマってるっていう風に YouTube とかインスタとかでも話してるんですけど、そんな感じのトップスになってて、形はすごいこうパフスリーブとかで女の子っぽくて可愛いんだけど、ちょっとした、まあ、このマークとかもちょっとスポーティーだし、この脇のあたりとかもメッシュ素材が使われてたりとかして、このミックスな感じがめちゃくちゃドタイプで、私今回ホワイトにしたんですけど、あとねベージュみたいなのとブラックもあった気がします。でもホワイトやっぱ無難に使いやすいと思うので着るのが楽しみです。でも汚さないようにしないと。あ、でもねこれちょっとこう汚れてたんですよ。でこれをちょっと店員さんにこの汚れどうにかして取れないかなみたいな感じで言ったら、頑張ってちょっとトライしてみますっていう風に言ってくれたんですけど、結局無理だったっぽくて 5% オフにしてくれました。まあ、言ってみたもん勝ちだなと思って、なのでちょっとお安くゲットできたんですが、これもめっちゃ可愛くて気に入ってます。 V ネックだからそんなにこう首が詰まることもなくて、スパスリーブだからちょっと首詰まってると結構ギュッて感じに見えやすいかなと思ったんですけど、ここが V ネックだからそこがいいなと思ってこちらも買いました。続きまして、じゃじゃん、こちらのシャロムっていうところで買ったものを紹介していきます。このお店は私がその今回の韓国旅行の中でも一押しのお店で、これはインスタで私もともとずっと見ていたんですよ。可愛いな、いつか行きたいなと思ってて、今回やっと行けたお店です。これはねトンデムンら辺にありました。ここではね結構もう念願だったからいっぱいいろいろゲットしてきたんですけど、まず一つ目がじゃん、こちらのトップスです。これはまあ私最終日4日目に来ました、来ちゃいました。私が持ってったお洋服結構長袖とかで全部暑かったんですよ。意外と温度的には24度とかだったんですけど、結構日差しが強かったりとかで蒸し暑い感じだったんですよね。そうだから最終日は半袖がいいなと思って、このシャロムでゲットした、これヴィンテージのものでリメイクってあるのかな、多分このねスタッツみたいなのをこうバーって後からつけてリメイクしたんだと思うんだけど、これもすごい可愛くないですか。私ポロシャツ結構好きなんですよね。着るだけでちょっとおしゃれに見える感じがすごい好きなんだけど、襟の部分とかもこの配色が超好きで、パープルとグリーンなんて私象徴してるみたいなすごい着心地も良くてサラッとしていて、サイズ感もすごい良かったのでこれもお気に入りです。続いて2つ目が、これも超可愛いんだよね。じゃん、こちらでーす。一見ちょっとあれなんか下着みたいなシャツみたいな感じで思われる方もいると思うんだけど、これはもう普通にトップスとして私は着たいなって思ってます。最近こういったコットン素材っていうか、こういうトップスが結構トレンドでもあって、キャミソールとかでも結構あったりすると思うんだけど、これはね七分袖っていうのかな、ちょっと絶妙な丈感になってて生地あたりに来る感じで、これ後ろが可愛いんですよ。じゃん、こんな感じでバックイズクールっていうものかな、バックですね。バックイズクール、そう、これ意味調べたんですけど、まあ、いろんな意味があるっぽいんだけど、まあ、独身っていう意味、独身男性、独身生活をするっていう意味があるらしく、バッハもこの綴りなんだ、バッハなのかな、
It's cool. 独身かっこいいねみたいなっていう意味だよね。そう、なんかこの結構この尖ったメッセージ性のあるプリントペイントがされてて、このなんかちょっと柔らかい感じのこういうなんかね女の子っぽいようなものにあえてこのちょっとトゲトゲしいような感じのメッセージ性っていうこのギャップっていうかも可愛くて、これめっちゃいいと思って買いました。シルエットもめっちゃ綺麗で、着た感じもとっても良くてそこも気に入ってます。で、この前のフロントの左下のところにこのシャロムのタグがこんな感じでついてる。ほんとね、このブランドさんはなんかセンスが本当に良くて、センスが良くてって言ったのがすごい上からに聞こえるけど、本当になんか独特な世界観というかすごい可愛いんですよね。でこのブランド、私はね Y まで照明を探してた時に真っ赤なウエスタンブーツ型のなんか紙粘土とかで作られたようなもう一つ一つ手作りハンドメイドのランプがあって、それを見た時にすっごい可愛い、何このブランドと思ってそこで知ったんですよ。でもその照明がね、あのやっぱ韓国のものだから韓国のコンセントなんですよ。電圧器とか買えば使えるは使えるんだけど、ちょっとまだどうしようかなって悩んでて、でもすごい可愛かったんだよね。そう、お店にも赤じゃないんだけどブラックのそのブーツのランプが置いてあって、すごい可愛くて、ちょっと今めっちゃ悩んでるんですけど、まあ、そこで知って、そっからインスタとかチェックしてフォローしてお洋服もやってるの知って、お店もあるの知って行ったっていう感じなんですけど、本当に可愛くてぜひみんな見てみてほしい。でもう一つあるんですけど、3つ目がじゃん、こちらのです。この超リボンがついた T シャツです。これも見た瞬間にうわ超可愛いと思って、このブラックティーにシルバーのリボンがめっちゃバーってついてる感じがすごい可愛くて、最近まあリボンとかも気になっていたアイテムだったので、もういいなと思って買いました。ブラックっていうのも私はとても助かります。これは割とジャストサイズな感じの丈感、ジャストな T シャツとかってちょっとシンプルになりすぎちゃってなんかコーディネートが難しいなって思ってたんですけど、こんだけやっぱねデザインがあったらこれ着るだけでポイントになって可愛いなと思って今回買いました。これも早く着たいな。なかなかこんなデザインのトップスとか見ないと思うから、これも買ってよかったなって思ってます。ただ洗濯は多分手洗いがいい気がします、これはさすがに。で、私が購入したのこの3点だったんですけど、なんか他にもねいろいろつけてくれたっぽくて、そう、このヘアバンドなんですけど、これレースのねヘアバンド、このボルドーのヘアバンドで、ちょっと今ビーニーかぶっちゃってるからあれだけど、こんな感じでつけたりとか、ヘアバンドも今すごい海外でも流行ってるアイテムで、とてもトレンドのアイテムなのでこれも嬉しいです。これもつけとくねって言って一緒に入れてくれて、どんだけ優しいのと思って。で、まだあってもう一つがこれなんだけど、多分これバンダナかな、ホワイトのバンダナ、ハンカチかな、まあ、どっちでも使えるか。で、ここに刺繍があるんだけど、めっちゃ懐かしくない、トーン記号。私さ、ピアノ習ってたんですよ。実は小学生の頃ずっとピアノ習ってて、それ小学校の卒業式で旅立ちの日に弾いたんですけど、そう習ってて、トーン記号とかめっちゃ書いてたんですよ。超懐かしいと思って、こんな感じで刺繍が入ってる、一緒につけてくれた。私このお店行った時バンダナしてたからつけてくれたのかな、関係ないか、こんな感じで。普通にハンカチとしてもちろん使えると思うんだけど、これも一緒につけてくれました。嬉しい。店員さんも2人いらっしゃったんですけども、可愛すぎてめっちゃいろいろ話してくれたし。でこの袋これだったんですけど、ここに後からこんなハートのチャームのついたリボンも一緒にこうつけてくれて、どこまで可愛いねんっていう感じなんですけど、これもなんかに使えそう、このままとか、なんか鍵とかにつけても可愛いし、大きいけど普通にスラップとしてもつけれるし、もうなんか輪っかついてるからネックレスにしてあげてもいいと思うし、ベルトとかにこうつけても可愛いと思うし、これも使えそうですよ、超可愛い。はい、ということでシャロム、私ずっとシャロムって言ってるけど、シャロムに合ってんのかな、シャロームかな、どっちだろう、シャロームかな、前まで言ってるかな、シャロームっぽい、シャロームでした、すいません間違えてたかも。ということでこのシャロームで買ったものは以上でございます。では続いてマーケット A っていうところで買ったものを紹介していきます。このねマーケット A っていうお店なんですけど、ホンデに2店舗かなあって、すごいこうお手軽な価格帯のものがバーってめちゃくちゃあって、本当になんかちょっと強め系っていうかな
ファッションが好きな方、まあ、ザラとかちょっとそういう感じの、まあ、ザラの中でも割とこう私が選ぶようなファッションのジャンルあるじゃないですか。そういうのが好きな方はマジで行ってみてほしいんだけど、本当に結構まあお手軽な価格で、もう本当めちゃくちゃたくさん種類あって、でめっちゃ可愛いお店なんですよ。結構おすすめなんですけど、そのマーケットっていうところ、そこで1日目に多分この本で2、1と2があるんですけど、多分2の方に行って、で3日目かなにまた本で行った時にまたそのお店を見つけたんですよ、別のところで。そこが1なんですけど、そこも入ってまたゲットしちゃったんですけど、まあ1の方が大きいかな、多分置いてるものも多い気がします。そこで4点ほどゲットしました。まず1つ目がじゃじゃん、こちらのスカートパンツです。実はこれ中にこうインナーついてて、スカートパンになってるんだけど、ミニのスカートパンツをゲットしました。これはローライズのスカートで、ナイロンっぽい素材のカモフラ柄のやつです。これも超可愛くないですか。めっちゃなんか平成っぽいようなファッションというか、昔っぽいような感じで、とても逆に今っぽくて、インナーにパンツがついてるっていうのもすごいやっぱ嬉しいですよね。買った時もすごい可愛くて。ちなみにこのマーケットっていうところは試着室はあるんですけど、試着室の中に鏡がなくて、試着室で着て一回外の鏡で確認しなきゃいけないっていうところがちょっと一つデメリットっていうか難点ではあるかなと思いましたが、なんか T シャツに合わせても可愛いし、キャミソールとかに合わせても可愛いし、いろいろ着回せそうかなって思います。まあ、ただこれね、ちょっと一個って思ったのが、このウエストのところなんですけど、チャックになってるんだけど、チャックしかついてないんですよ。フックとかボタンがついてないからそんなにないと思うんですけど、こうビッてやるとチャックが降りちゃうんですよね。そこだけがちょっとあって思いました。まあ、だからまあなんか自分でフックつけるのもありかなと思うんだけど、そこはちょっと心配かなっていうのもありますけど、私はこれフェイクのポケットなんですけど、こんな感じになってます。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらのエアトップをゲットいたしました。これもすごい可愛くて、エアトップね、今季めちゃくちゃトレンドなのですごい押さえておいたアイテムなんですけど、裾のところにフリンジがバーってついてて、ちょっとこの V になってる感じとかもすごい可愛いし、この色合いもすごい素敵で可愛くて、こちらもちょっと買ってみました。これ多分ね汗染みないんじゃないかな、どうなんだろう。なんかちょっとこういう感じのオールっぽいというか感じの生地感なので、そこまで気にならないんじゃないかなと思ってゲットしてみました。これ1枚で着ても可愛いし、なんか T シャツの上とかに重ねて着ても可愛いと思います。フリンジがあることでこうお腹周りがねやっぱこう隠れるので、そこもありがたいです。すごい伸縮性もあって、着ていてもそんな苦しくなくて、そこもとてもいい感じです。では続いて3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。このこれなんていうキャップなんだろう、キャスケットとバキハの中間みたいな感じのパッドで、海の素材なんだけど、この色合いがめっちゃ可愛くて、ここにすごい惹かれてゲットしました。で後ろはこんな感じ、ちょっとハンチングっぽいようなデザインになってて、とても可愛いんですよね。これもちょっと一回かぶってみますね。こんな感じどうですか、可愛くない？めっちゃなんか本当この形もあんま見ない形だし、このデニムの色合いもすごい素敵だし、隠れる感じが私は好きで、こちらも買ってみました。初めて買う形なので、ちょっとまだ試行錯誤して行きたいなって思ってるんですけど、カジュアルなコーディネートとかにすごく合いそうじゃないですか。可愛いです。お洋服とかももちろんたくさんあったんですけど、こういう帽子だったりとかグッズ系もたくさん置いてあって、それも見ててめっちゃ楽しかったです。マーケットが続いてるラストなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちらでございます。このナップザックをゲットしました。ナップザックもねすごい今ちょっとじわじわ来ているアイテムで、結構私もちょっと探してて、韓国でもすごいたくさんあったんですよ、ナップザック。いろいろあってめっちゃ悩んだんですけど、なんかあんまりしっくりくるのがなくって、でもこれ見た時になんかシンプルなんだけど、この素材感もちょっとこう光沢感のある感じだったりとか、なんかここのドロップがこれついてて、ちょっとプシュってできるような感じなんですけど、そこもすごい可愛いと思って、シンプルだけどシンプルすぎなくてデザインあるし、少年っぽくなりすぎないようなこの素材感だったりとかだったので、すごいこうタイプな感じだったのでゲットしました。これはね結構もう使ってます。ゲットしてからやっぱこのサイズ感もすごくいいし、両手が開くっていうのもいいし、なんかお買い物の時とかもエコバッグ代わりに使えるし、もう超使ってる。もうほんといろんなものに合わせやすいから、これはマジで買ってよかったなって思ってるバッグです。では続いてこちらのオープンプロダクトでゲットしたものを紹介していきます。このブランドはめちゃくちゃ韓国でも人気だし、結構まあおしゃれさんの間でも話題なブランドさん
でホットなブランドだと思います。 Vlog でも出していたので知ってる方もいると思いますが、じゃじゃん、こちらのフーディーノースリーブトップスをゲットしました。これがすごい可愛くてですね、本当どんだけあるねんっていう感じだと思うんですけど、最近こういうパーカーの形したこういうタンクトップのトップスも今すごいじわじわ来ていて、私も探してたんですよどんだけ探してんのって感じだと思うんですけど、本当にこれがちで探してて、なんか韓国でいいのあったらいいなと思いながら見てたら、オフプロダクトにあって、着た時のシルエットもすごい可愛くてキュッとなってる感じだから、私がこう好きなデザインなんですよ。ここがちょっとキュッとなってるのが好きなんですけど、ちょっとこうホルダーっぽい感じのデザインって言ったらいいのかなになってて、そこもすごい好きで、わこれめっちゃいいと思って、試着してみてもすごい可愛くて、一番のポイントはやっぱこの後ろかな、後ろこれ全部ガバって開いてるんですね。だけどこのフードがあるので、そんなに普通に着てる分にはまあそこまで目立たないかなっていう感じなんだけど、丈感もちょうどよくて、なんかローと合わせたらちょっと肌が見えるけど、ハイと合わせたら全然もう隠れるぐらいまで丈感があって、絶妙な丈感もすごく気に入ってます。フードのロープのところもちょっとこんな感じで糸がガーって巻いてあって、そこもワンポイントで可愛いし、で同系の刺繍もあって、で後ろにもこれね付けついてるんですよ。こんな感じでオフプロダクトはなんかちょっと攻めた感じだけど、まあ、でも普段使いしやすいようなものもあるし、あと色使いがとっても可愛くて、私のイメージで言うとパキッとした色、原色みたいな色っていうよりはちょっと柔らかめの色をたくさん使ってるイメージなんですけど、すごい可愛いんですよね。で私はまあ夏は色物あんま着れないのでこのホワイトにしましたが、これも早く着たい。でもこれも汚しちゃいそう、汚さないようにしないと。はい、ということで続いてでラストのブランドさんです。ラストがじゃじゃん、こちらのビジュアルエイドでゲットしたものを紹介していきます。これは、ブログでも言ってましたけど、フォロワーさんがおすすめしてくれたブランドで、絶対ショナタン好きだと思うから行ってくださいっていう風に言ってくれて、で、1日目に行こうと思ったけど行けなくて、で、やっと3日目に行けたところです。これもね、セレクトショップで、ほんとその韓国のファッションブランドがもうギュギュッと集まったところでございます。ここでもね、爆買いしちゃいました。まず、2つ目が、じゃん、こちらのトップスをゲットいたしました。これは、ノースリーブ、タンクトップのハイネックっぽいようなトップスなんですけど、袖がないのにハイネックっていうこのギャップがすごい可愛くて、これも本当ごめんなさいね、私どんだけ欲しいものあるんだって感じなんですけど、これもこんな感じのトップス探しててずっと、でこれ見つけた時にわ可愛いと思ってゲットしました。一見普通にブラックのシンプルなトップスに見えると思うんですけど、実はこんな感じでエンボス加工っていうのかなが入っていて、柄があって、あとこのチャックがこのカーブがかってるの分かります？これがすごい可愛くて、全部閉じてきても可愛いし、ちょっと開けてあげてきても可愛いし、なんかいろいろ使えそうだなと思ってこちらゲットしました。ちなみにこれはね、なんていうの、KYO のブランドです。今日っていうブランドでした。バイマにもありました。これも丈感はなんかすごい絶妙な丈感で、とてもちょうどよくて気に入ってるトップスです。デニムとかで合わせたいですよね、こういうの。では続いて2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。これもね超可愛いんですよ。これはね基準っていうブランドなんですけど、私この基準っていうブランドも審査で見てて気になってたブランドで、そのビジュアルエイド行った時にこれも取り扱いがあって、で最初この基準っていうの知らなくて手に取ったんですよ。最近私これブルーが本当に好きでハマってて、鮮やかなブルーにハマってて、この色可愛いと思って手に取って、で見てみたらその基準っていうブランドで、私これ気になってたやつと思って、で試着してみたらシルエットもすごい可愛かったんですよ。ちょっとここが細くなっていて、これまた私が好きな感じのちょっとこう中に入るような感じのシルエットで、すごい可愛いと思って、なんか水着の上とかに着ても可愛いと思うし、あとは普通にタンクトップ、白とかブラックとかタンクトップの上から着ても可愛いと思います。すごいもう夏らしい感じのカラーで、これもめっちゃ気に入ってます。ちなみにこの胸元にこんな感じでバッジがついてて、フロントのフックのところもちょっとこうシルバーのメタリックな感じで、これがポイントになって可愛いです。後ろの方がもうちょっとえぐれてますね。はい、ということで続いて3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。カーゴパンツかな、これはもうゲットしました。やっぱカーゴパンツはもう最近ずっとトレンドのアイテムだと思うんだけど、私もまだまだ履きたいなと思って新しくちょっとこれをゲットしました。私がまあ一番気に入ってるポイント、この色味ですね。ちょっとベージュというかアイボリーかみたいな
淡い感じのカラーで、夏とかやっぱりオールホワイトみたいな、全体的に同じトーンでコーディネートしちゃうみたいなのがすごい可愛いじゃないですか。でもそんな感じでコーディネートしたくって、あんまり明るめのパンツ私持っていなかったので、これも欲しくて買いました。ちなみにこれはサーリックかな、セリック、サーリック、結構ね大きめに作られていたので、私はサイズは1にしました。2を最初履いた時に結構大きくて、ローライズな感じでは履けるんですけど、にしても大きかったので、ちょっと1ありますかって聞いたら、あるよって言って持ってきてくれて、履いてみたら結構ぴったりの感じで、でも結構ローライズな感じでも履けたから、そこも気に入ってます。素材もすごいしっかりしてて、履け感もめちゃくちゃしっかりとあります。セリックだ、セリックっていうブランドさんです。ここもすごい可愛くて、ね、これはここにこんな感じで刺繍が入ってます。ちょっとこうオフ系の色なので、なんかホワイトすぎないから、いろんなコーディネートに合わせやすいと思います。さっきのこのブルーとかにもめっちゃ合うし、ホワイトのトップスとかでも可愛いと思います。これも早く履きたい。ということで、いよいよ続いてのラストになります。もう本当にここまで見てくれてありがとうございますなんですけど、ラストがじゃじゃん、こちらでございます。これ超可愛くないですか。マジドタイプ、本当に可愛い。これはあの遅い、イントネーションわかんないんですけど、バッグのブランドかな、韓国のなんですけど、まあ、日本でもちょっとポップアップとかしてたりとかするんですけど、これもめっちゃ可愛くて、こんな感じでかけれるんですけど、まあ、これはねあのサイドにベルトがついてるので長さ調節できるんですけど、この形がもう本当にタイプ、ノアハンドルでカクカク切れてみたいな。でこのフロントにめっちゃ大きめのベルトがボーンとついてて超可愛くて、この素材もね、なんかわかるかな、スウェードっぽい感じの素材で、この刺繍の色がなんかちょっと明るめのオレンジっていうのかなになってて、めっちゃ可愛い。待って、曇ってきてすごい暗くなってきちゃった、大丈夫かな。そう、これめっちゃ可愛いと思って、あんまりなんかこういう配色のものって見ないから、めっちゃいいと思ってゲットしました。素材もすごい柔らかいのですごい使いやすいし、物も意外とね入ります。こんな感じで内ポケットも1個ついてて、私これあの最終日に飛行機乗る時に手荷物1個しかダメじゃないですか。この身の回りのものとなんか大きめのバッグ1個とかだったんですけど、私持ってってたのがショルダーバッグで結構大きかったので、これは最終日に身の回りのものを入れるバッグとしてこれを使ったんですけど、結構いろいろ収納もできるし、めっちゃフィットしてくれて持ちやすいし、この色合いもめっちゃ可愛いしと思って、めちゃくちゃ気に入ってます。結構お値段は高めなんですけど、でもこれは本当買ってよかった。カラバリもめちゃくちゃたくさんあって悩んだんですけど、私はこれにしました。明るめのバッグ私あんまり持ってなくて、やっぱ普段ブラックとかそういうのが多くなっちゃうので、こういったカラーのバッグも持っておきたいなと思って、あのさっきのこのパンツとかともね合わせてワントーンコーデみたいな感じでもしたいなって思うし、これもたくさん使っていきたいなって思います。はい、ということでこんな感じで韓国コイン品は以上でございます。ちょっと喋り疲れました、さすがに見てくれた皆さんも多分疲れましたよね。すごい情報量だったと思うんですが、今回私が韓国で買ったものはこんな感じです。もうほんと散財もいいところですよね。爆買いしまくりましたね。もう今回割と何も考えずにって言ったらもうあれだけど、そんなにも考えないで無我夢中にショッピングしました。でも可愛いのめっちゃたくさんゲットできて幸せです。まあ、夏は私あんま好きじゃないんですけど、今回のこの購入品のおかげでちょっと楽しみになりました。早く着たいなと思って、多分オンラインとかでも売ってるブランドとかもあったりすると思うので、まあ、なんかぜひ気になった方は見てみてください。で韓国行く方もちょっとまあ参考になったら嬉しいなって思います。ということで私の3年ぶりの韓国はお買い物中毒が発揮されて爆買いツアーになりました。まあ、またねこれをいろいろ使って夏コーデ楽しんでいきたいなって思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。